王王十字章を廃用したハンガリー貴族マリア・テレジア軍事勲章はハプスブルク帝国における最高の軍事勲章マリア・テレジアによって創設されたプロイセンに対抗するために一連の軍事改革を進めていたマリア・テレジアは助訓についても新たな制度を設ける考えを持っていた7年戦争の前半コリンの戦いで一連の対プロイセン戦争で初めて オーストリア軍が対象したことを契機として、この勲章は制定した。この勲章は、純粋に軍事上の功績によって授与され、その際は、対象者の身分も民族も問わないことを本詞としていた。これは、それまでの、必ずしも適切とは言い難いオーストリアの、軍人評価を反省してのことであった。基本的にこの方針は守られたが、その初の受賞者については、 女帝の強い意向により改革の趣旨は目殺された。本勲章は当初期士章と王十字章の二種であったが、後に司令官十字章が追加された。受勲者はマリア・テレジア騎士団の構成員となり、騎士団の長であり、マリア・テレジアの夫である神聖ローマ皇帝、フランツから受勲される。貴族の称号を得るわけではない。その授与式は通例、叙任式と呼ばれ、 1758年5月7日の第1回除認式より1931年10月3日の第195回除任式まで行われた。第1次世界大戦においてはそれまでの累計に匹敵するほどの受賞者を出した。また同戦争中には騎士賞を制服の第2ボタンより吊り下げるのが慣習となった。ありがとうございます。